ファントリップ、ファンテリートリップ、ホアテリートリップ、1899年6月27日1981年4月3日は、アメリカの実業家、40年以上の長年にわたって、当時世界最大の航空会社の一つであった、パンアメリカン港の経営者として君臨した。ニュージャージー州で事業を営む裕福な家庭に生まれ、仕事上、 キューバと関係の深かった父親によって、スペイン風のファンと名付けられた。その後、地元の名門高校を1917年に卒業し、東部の名門であるイエール大学へ進学する。1921年にイエール大学を卒業後に金融業界で働く。その後カリブ海路線を運行するコロニアルエアトランスポートに投資を行ったことで、航空業界に足を踏み入れ、 あとにファンアメリカン航空の前身となるアビエーションカンパニーオブアメリカズを創業する。1927年3月14日に友人のヘンリー・ハップ・アーノルドとその協力者と共にアメリカとキューバの間の航空郵便業務を行うことを目的にフロリダ州のマイアミを拠点にパンアメリカンソラを創設し CEO に就任した。その後は同社は 政府の郵便輸送業務の委託契約を獲得する、傍ら、フロリダ州、キーウェストキューバ共和国ハバナ便を開設した。また、アメリカの植民地である、プエルトリコ路線をはじめとする、カリブ海路線の開設を皮切りに、アメリカ政府の補助金を受けて、アルゼンチンやブラジル一気飛行停便を開設するなど、急激にその路線網を拡大して行った。 正解と関係の深いコネクションを持つトリップは1930年にはアメリカ政府の意向を受けてアラスカ経由で日本や中華民国へと向かう太平洋横断路線の開設を目論み北太平洋航路調査のために当時同社の顧問となっていたチャールズ・リンドバーグ夫妻にアラスカ経由で日本に向けての調査飛行を行わせ1935年にはマーチン M130 チャイナクリッパー飛行艇によるサンフランシスコ、マニラ間を結ぶ太平洋横断路線を開設した。太平洋横断路線の開設に続く1937年には、ノルウェーの d n ウェル航空と協力する形で、ニューヨークからアイスランドのレイキャビク経由までをパンアメリカン航空が運航し、レイキャビクからノルウェーのベルゲンまでを d n ウェル航空が シコルスキー S-43 飛行艇で運行する共同運行という形により初の大西洋横断路線を開設した。翌1938年にはアメリカ大陸横断専用機として世界初の客室が完全予圧された旅客機であるボーイング307ストラトライナーを導入するなどトリップの強力なリーダーシップと正解との係りを元にして 国内外路線を活発に拡大していく。その後1939年9月にヨーロッパにおいて第二次世界大戦が勃発したもののアメリカは参戦せずイギリスへの協力を行う程度であった。しかし上記のようにアメリカ国内は純戦時下とも言える状態に置かれ今や戦火に覆われたヨーロッパや日本と 中華民国の間で勃発した日中戦争や、それに続く日本軍の仏印新中により緊張下に枯れたアジア、太平洋地域への路線を持つパンアメリカン航空の国際線の多くは軍の管理下に置かれることとなった。そしてアメリカが1941年12月に日本との間に開戦し、続いてドイツやイタリアなどの数軸国に対して宣戦布告したことで、 パンアメリカン航空の所有機とその乗務員のほとんどが軍に徴用された。そのような状況下でパンアメリカン航空は対戦中を通じて太平洋地域や大西洋地域を含むアメリカ軍の戦闘地域における国際線運航における様々なノウハウを軍に提供しトリップの指揮下で政府及び軍と強力な協力関係を保ち続けるとともに 終戦後の国際線運行の利権を確かなものとした。1945年8月に集結した第二次世界大戦後における航空業界の復興時にトリップはアメリカ発の国際線を独占しようと企みトリップの友人でパンナム選出議員と言われたオーウェン・リュスター・上院議員が提出したパンアメリカン航空の国際線独占を後押しする法案である。 コミュニティエアライン法案の成立に奔走した。しかし、当時、大富豪のハワード・ヒューズが実権を握っていた、トランスワールド航空や、アメリカンオーバーシーズ航空などの強硬な反対によりその目論みが成功することはなかった。その結果、ブラニフ航空が、南アメリカ路線を、ノースウェスト航空が、太平洋路線を、トランスワールド航空が、 ヨーロッパ路線を運行することになったが、全世界をカバーする権利を持つ、航空会社は、パンアメリカン航空だけとなった。実際に、その前後の1947年6月には、世界初の自社運行による、世界一周路線を開設、ニューヨークイコールロンドンイコール、イスタンブールイコール、カルカッタイコール、バンコクイコール、マニライコール、上海イ,イコール、東京イコールウェークジマイコール、 このルールイコールサンフンシスコイコールニューヨークしたほか、ダグラス DC-6 型機やロッキードコンステレーション、ボーイング377、ストラトクルーザー型機などの最新駅を次々に導入、他社に先駆けて大西洋無着陸横断路線を開設するなど、航空機の技術革新を背景に、再び世界中にその路線を拡大して行った。年代初頭には、 世界最初のジェット旅客機であるデハビランド DH-106 コメットを発注したものの、その後同期が設計上の欠陥で運行を停止したことを受け、ボーイングがアメリカ空軍の輸送機として開発していたボーイング367から80をトリップの式の下で民間旅客機用に転用したアメリカ初のジェット旅客機のボーイング707型機20機を1955年、 発注した。また同時に、保険として、ボーイングのライバルのダグラスが開発していた DC-8 も25機発注した。その後1958年秋にボーイング707の初号機の引き渡しを受け、同年10月26日にニューヨークパリに就航させたことを皮切りに、世界一周路線を含む世界各地への路線へ就航させた。 またその翌年にはダグラス DC-8 型機も就航させ、同じく国内管制や世界各地の路線へ就航させた。ボーイング707やダグラス DC-8 などの既存のプロペラ機の倍以上の旅客を倍近い速度で運ぶ大型ジェット機をパンアメリカン航空が大量就航させたことにより、世界各国における 旅客機のジェット化を推進させただけでなく、九百六十年代初めまで、大西洋横断路線における最大のシェアを持っていた、定期客船の時代に終止符を打つ役目を果たすこととなった。ボーイング七百七型機と、ダグラス d c 八型機の就航に合わせて、トリップの指揮の下で、で、九百六十年に、ニューヨークのジョンカイ・ケネディ国際空港、建設当時の空港名は、 アイルドワイルド空港へのエッド機修行に対応した巨大な専用ターミナルビル、パンナムワールドポートを竣工し、同年から使用した。1963年3月7日には、マンハッタンのランドマークの一つとなる、世界一高い商業オフィスビルであった巨大な本社ビル、パンナムビルの竣工や、パンナムビルの屋上のヘリポートからジョ浄イケネディ国際空港までのヘリコプターの運行、 世界初のビジネスクラスであるクリッパークラスの導入など、トリップの強力なリーダーシップのもと、航空界のリーダーにふさわしい派な展開を行う。1960年代後半にパンアメリカン航空は、ボーイング社がアメリカ空軍の超大型輸送機として開発を進めていたが、ロッキード社の開発した C- ごとの発注競争に敗れたために、 民間型へ転用し、開発を用としていた超大型旅客機であるボーイング747型機をトリップの指示を受けて25機発注し、ローンチカスタマーとなった。同機は2階にファーストクラス乗客用のラウンジを備えたほか、旅客機として世界初の2列通路を持ち、ボーイング707の2倍強の350席以上のキャパシティを持つなど、 これまでの旅客機の概念を一新する内容を持ち、その後同期はパンアメリカン航空のライバルであるトランスワールド航空や日本航空、英国海外航空なども相次いで発注し、その後の世界的な海外旅行の大衆化を後押しすることになる。またトリップは同時期にジョン・カイ・ケネディ大統領の指示を受けて開発されていた超音速旅客機であるボーイング2707の 開発を後押しし、同時にイギリスとフランスが共同で開発していたアロスパシアルコンコルドと共に大量発注を行った、その後料金の発注はキャンセルされた。トリップは宇宙旅行における先駆者として君臨することを目論み、世界最初の民間宇宙飛行の運航会社になることを想定し、1960年代後半にアメリカや日本で乗客の予約を受け付け始めた。 実に、スタンリー・キューブリック監督の映画、2001年宇宙の旅において、スペースシャトルの運航主体として想定されていた。ボーイング747型機の開発と導入のメドがついた1968年に、トリップは40年以上勤めた、パンアメリカン航空の会長の座を退き引退し、公認のハロルド・グレイにその座を譲ることを発表した。しかしその後も、 役員会のメンバーとして、しばらくの間同社の経営に関わった。その後1981年に、ロサンゼルスの病院で死去した。死後の1985年には、アメリカの航空業界と外交への貢献を称えられ、ドナルド・レーマン大統領より、大統領自由勲章を授与された。トリップが没したコロパンアメリカン航空は、ホーマン経営とトリップ自身が温度を取った。 ボーイング747導入、ナショナル航空買収による莫大な債務を抱え、さらに1978年から始まった航空自由化による他の航空会社との競争によって経営は悪化していた。トリップの死からわずか10年後の1991年、トリップが一台で築き上げたパンアメリカン航空は強破綻し運航を停止してしまった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。